どうも、こんにちは、ネチです。ということで、本日はですね、昨日あったね、発表のね、振り返りまとめやっていこうかなと思うんですけども、まあ、こんな感じということで、新規ビジュアル、そしてね、PV 第2弾、放送日、そして無限列車編の重大発表、次回の遊郭編の解禁日、そして実質のね、放送日なんかがね、昨日発表されておりましたということで、順番に振り返っていきましょうと。はい、ということでね、昨日ね、鬼滅テレビやりましたけども、かなりね、盛り上がりましたよね。ということで、まずね、新キービジュアルが発表されたということで、こんな感じで、いやー、これやばいっすね、本当に。めちゃくちゃクオリティ高くないっすか、本当に。で、まあ、個人的に新たな新キービジュアルでね、お気に入りの部分はこの3人ですよ。この3人のね、キャラデザがついに明かされたんですよね。これ、うずいさんの嫁3人なんですけど、やっと明かされたよねっていうことで。まあ、この新キービジュアル、かなりクオリティ高いなというか、UFO テーブルの本気をね、感じましたよね。いや、これはちょっとね、普通にポスターとして欲しくなっちゃうわ、マジで。ということでね、まあ、その新キービジュアルのね、PV なんかもね、公開されていたんですけど、まあ、こんな感じということで、UFO テーブルさんの作画えぐいっすね。もうほんと安定の神作画というか、むしろ無限列車編の時よりもクオリティ上がってねみたいな感じですよね。本当に PV からもうこんだけ作画がやばいと大丈夫なのかなっていう、これもう映画じゃないよねって思っちゃうぐらいの、本当にこれテレビでやっていいのっていうレベルですよね。で、まあこんな感じで、まあ2021年放送開始ということなんですけども、まあなんか今回本当放送日っていうところはなんか正確なね、放送日っていうのは明かされなかったんですけど、まあ考察としてね、後でね、ちょっとね、実質的な放送日は分かっているので、まあそちらね、後半にお話ししようかなと思うんですけど、まあ明かされなかったよねということで。でね、まあ僕今回公開された PV の中で一番好きだったシーンはこちらということで、えぐいっすえぐいっす。いや、ダキのこっちバージョンの、まあ、キャラデザが明かされましたということで、これちょっとでかくねでかくね、だから漫画よりさ、でかくなってるよねっていう、そっちっていう。まあ、すごい本当に邪悪感出ていて、めちゃくちゃ本当に大好き。めちゃくちゃいい。で、ちょっとこの辺もね、ビッグな感じでね、いいですね。ビッグウェーブに乗りたいですね。桃太郎もね、仰天ということになりますけども。さあ、そして続いてですね、やばいことが明かされましたよね。こちらと。放送局です。はい、ということでね。まあ予想していたのは、まあフジテレビか東京 MX かということだったんですけども、なんと、合体しちゃいましたね。合体しちゃいましたね。いや、こんなことってあり得るんですか？ないっすよね。いや、本当にないっすよ。マジで。だって、東京の人は、いや、どっちの曲を見たらいいんだと。東京 MX つけても鬼滅やってるし、フジテレビつけても鬼滅やってるしと迷っちゃうね、これね。まあおそらく時間はずらすんだろうね。どっちが先なのかな。フジテレビがおそらく先かなと思うんですけど、まあ30分後とかに東京 MX で、その30分後とかに、まあ、BS だったり、まあそういう感じでちょっとずらしでやるのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあそんな感じだと思います。いや、これはちょっとびっくりした。で、まあ、これでね、ちょっと分かったことなんですけど、まあ今までね、フジテレビだけだったら、すごい原作改編だったりとか、まあ不安要素っていう部分が多かったんですけども、まあ今回東京 MX でもやるということなので、まあおそらくね、足並み揃えるというか、まあフジテレビがなんか中心というよりかは、なんかほんと鬼滅の制作が中心みたいな感じで、今回回していくっていうか放送していくって思うんですよ。だからまあ、その不安として思われていた原作改編だったりとか、CM とか、まあ、規制とか、まあそういう部分っていうのは、ほんと足並み揃えるというか、まあ CM はどうなるのかわかんないですけども、まあおそらく尺的に CM の本数とかもね、多分合わせるだろうしね、尺的には合わせるだろうし、まあ、規制っていう部分はまあ普通のテレビと変わんないぐらいなんじゃないかなと思いますと。原作改編に関してはもう
本当に安心して大丈夫なんじゃないかなと思いますね。多分大丈夫だとは思うよ。こんだけなんかもうほぼね特別枠っていう感じだと思うので、ノイタミナ枠ではないと思うし、なんかすごいことになっちゃいましたよねっていう、もう本当日本中どこにいても本当無料で見れるような環境なんじゃないですかね。で、まあ、こちらね、まあ全国フジテレビ系、東京 MXBS11、群馬テレビ、栃木テレビにて放送決定と、で各配信プラットフォームにても配信決定ということで、もう本当に配信っていう部分でもそうですけど、全部の配信プラットフォームで見れちゃうんじゃないかなと思っております。まあ例えば Netflix、D アニメストア、Amazon プライム、U-NEXT、Hulu、フジテレビオンデマンドだったっけ、まあいろいろね、配信サイトとかありますけども、まあABEMA TV とかでもね、やるんじゃないですかね。これはすごいなと思いますね。もう本当国民的アニメになっちゃいましたねと、いうことです。はい。でね、続いてね、めちゃくちゃやばいこと解禁されましたよね。これはやばいっす。はい。こちらと。なんと、無限列車編がですね、テレビで初放送決定と。ということで、まあ、こちらはですね、待っていたというか、まあ、おそらくいつかされるだろうな。まあ、遊郭編の前に、そう、見れてない人のために、まあ、無料でテレビでやるかなと思っていたんですけども、まあね、やりますよと。いうことで、まあ、予想していた通り、ついに来ましたと、いうことでね。まあ、その放送日なんですけども、こちらと、いうことで、2021年の9月の25日土曜日夜9時から放送開始ということになりますと。すごいですね。やっぱフジテレビなんだね。やっぱフジテレビ結構ね、今回推してるという感じですよね。一応東京 MX でもやるという感じなんですけど、まあだからフジテレビが最初にやるのかなっていう感じですけども、土曜プレミアム枠と、まあ一期とかもね土曜プレミアムでやってたんで、まあ来るかなと思ってたんですけど、なんと、この日に来ますよと、いうことなんですけども、ここでね重大発表というか、さらにさらに重大発表してて、この9月の25日の夜9時から無限列車編を放送するんですけども、まあ、その後にですね、なんと遊郭編の全情報が解禁されるみたいです。やばいっすね。楽しみですね。ていうか寝れなくなりそうなんですね、この日寝れなくなりそうですね。なんとこの日の夜、遊郭編全情報、まだ出てない情報とかが解禁されるみたいです。なのでまあ正確な、放送日、そしてまあ初回ね、ワンチャン1、2話放送とかそういうのもあるかもしれないですから、そういう情報とか、まあまだ発表されてない主題歌、オープニング、エンディング、そしてね、PV 第3弾なんかがね公開されるみたいですね。はい。いや、これは本当に楽しみ。マジで楽しみ。いや、無限列車編を見るのも楽しみだし、むしろ、でも、遊郭編の方の情報が楽しみかなっていう。で、まあ、9時からやって、2時間ぐらい映画やって、その後だから、12時ぐらいまで、3時間ぐらいずっと見ることになっちゃうけど、まあ、その日はちょっと寝ない覚悟で行きましょうか。はい、ということなんですけども、まあちょっとね、この辺から考察ということなんですけども、はい、皆さん、これさ、なんで夏休みに放送しないの？なんでこんな中途半端な9月の25日に放送するのって思った方いらっしゃいませんか？だって、夏休みの方が視聴率絶対取れるし、そっちの方がウィンウィンじゃないですか？みたいな感じになるじゃないですか。なんで9月の25日なのっていうことなんですけども、まあそちらですね、まあ僕の考察なんですけども、まあ10月から放送開始だからじゃないの、10月から放送するからこの日なんじゃないのっていうことですね。まあほぼこれでね明確になったと思うんすよ。実質の放送日ってさっき言いましたけども、まあ実質放送日が10月からだから、9月のこの後半に無限列車編を直前で放送するということなんじゃないでしょうかね。まあだから1週間後の10月2日ワンチャン土曜プレミアム枠で21時から放送開始とかあるんじゃないでしょうかね。もうね、遊郭編はワンチャン土曜プレミアム枠でやってもおかしくないと思うんですよ。こんだけ、だって第1期もさ、土曜プレミアムでやれていたから、まあ、全然視聴率的に問題ないし、まあ、やれちゃうレベルだと思うんですよ。だからまあワンチャン土曜プレミアム枠で、まあ、来るんじゃないかなとも思っておりますね。まあそして、まあ無限列車編が、まあ、9時から放送できるってことは、まあ放送時間なんですけど、まあ遊郭編も9時から放送すること可能ですよね、ということで、まあ深夜放送じゃなくなる可能性も存分にありますよね。
まあ、例えば22時から放送とか、まあでも無限列車編が21時から放送できているので、まあ21時から放送も可能じゃないのかな。まあ遅くてまあ23時台なんじゃないかな。24時を超えるってことはないんじゃないかなとは思うんですけど、まあそんなにね、あの激しいシーンっていうかエチエチなシーンはまあ鬼滅にそういう表現っていうのはあんまりないので、一応紹介としてそういうシーンはあるかもしれないですけど、まあ、メインは本当になんか戦いとかそういうところなので、鬼滅はそういう表現原作読んでる限りはなかったかなということなので、まあ、大丈夫なのかなとは思いますね。うん、まあ、無限列車編も結構ね首切ってたりなかなかグロかったので、まあそういう面で、まあ一応大丈夫なのかなと。まあ血の表現とか多少なりと規制されるかもしれませんが、まあそれは配信サイトでは見れるようにはなるんじゃないでしょうかね。でまあもしね、土曜プレミアム枠だった場合は、初回1時間放送とか、1、2話連続放送って最近こう結構流行ってるんですけど、そういうのもね、あるんじゃないかな。でもし土曜プレミアム枠だったら、毎回尺に合わせた放送時間がワンチャン可能になるんじゃないの。だから他のアニメの場合は放送に合わせた尺に決めるんですけど、逆にそう、それが逆になって鬼滅に合わせた放送時間みたいなのがワンチャン特別枠として可能になるのではないかなと。ちょっとその辺はねわからないんだけども、まあワンチャンなるんじゃないかなと思っております。そうなったら結構ね嬉しいですよね。はい、ということでね、最後ねちょっとまとめやっていきますけども、まあフジテレビが原作を改編するとまあ言われておりましたけども、まあそちらは今回の発表ではまあなさそうだよねと、うん、ない確率の方が高そうだよねと、またはまあ規制も一般的なテレビとまあ変わらないんじゃないかなと思います。そのぐらいのレベルと変わらないんじゃないかなと思います。はい、うん、あんまり規制っていうのはないと思います。そしてね、CM もまあ他のテレビの尺とこう合わせるために、まあ、本数が決まるんじゃないかなと思ってます。ただね、 CM はちょっと鬼滅ということで、うん、視聴率が高いので、まあそこは多くなっちゃう部分はあると思うんですけど、まあそこはまあ仕方ないのかなと思います、正直。うん、ということで、じゃあまあ今回ねこういう感じだったということなんですけども、最後にですね、PV 第2弾をね見たノジッチの反応、初見の反応をですね、お楽しみいただけたらなと思います。こちらどうぞ。うずいさんの嫁さんがいる。ちょっと言葉出てこないわ。何、え、ちょっとあの衝撃をおーつってグッと刺さりすぎてやば、ちょっと言葉が遅れてきそう。かっこよ、何これ。うわちょっと待って、ダキが刺さった、ダキが刺さった。これ映画じゃん、マジで映画かと思ったわ。ほんとテレビでやって大丈夫なのこれテレビのクオリティじゃない、これやばいって本当に。